ちらのね、また手元の方ねやってね、つぼむ出していきたいかなーなんて思うんですけど、どうなんですかね。まあさっきねちょっと練習がてら1回やったらね、たまたま出せたんで、たま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 って言ってもな、なんか出せるタイミングとかがあるんでね、やっぱりその部屋次第ですよね。結局はみんながちゃんとドミネーションしてくれたら出せるんだよなといった感じですね。まあそうですね、キルストこんな感じでやっぱ一番これがいいかもしれないですね。なんか UMB 最近なしでなんかドミネーションするの慣れました。おっとちょっとずれてるか、ここぐらいか。 UV ねなくてもね、なんとかなるなっていうねことが分かりましたから、本当に UV なくてもワンチャンのオービタルの方がっていう場面もね、やっぱマップでね敵の位置予測できるようになるとやっぱ大きいと思いますね。皆さんもぜひねUV なしのってそれはあれか、ちょっと理由がなければする必要はないと思うんですけど、でも割といけますよ。C 取ります。 C 取りませんC 取りません。 C 来ますよね。大丈夫かな。1人来てる、1人死んでるな。どうしよう、向こう側も怖いけど味方がね今最悪な位置にいるぞ。早く前線上げないと。君らそんなとこで撃っててもやられてるじゃんっていうか、やばいやばいやばい。ちょっと待って、味方が誰一人も上がってこない。これまずいな。今奇跡的に前線を上げられてるけど、これやばい、危ない。やめて。よし、やっと前線ちょっと上がってきたかなって感じですね。よし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 、早く。あーやばい、くそマカか。いやー惜しかったな。味方が結構入ってきてくれてたんですけどね、ちょうど上がってくる人とスタングレネードが当たっちゃって。おっとナイスナイス。なんかなチャー、どうしてチャーリーまで行ってしまった君は。やばいぞそれは。チャーリーをチャーリー取っちゃうの、なんでだ。それ維持できるチャーリー。いやーこれは難しいな。 B がすごい取られそう。うわマジか。うん C はでもいい誘導になってると思うんだけどな、その間に B が 入れてないからあんまり効果があったとは。でもちょっと点差を離れたんでね、そこの面がいいと思います。やっぱ B 取られちゃったか。あやばい、リロード。よし、あーダメだ、チャラメ危ね、死ぬ。あ死んだ、くっそー B 取れねー。みんなちょ B 行こうか。ちょっとね OK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  だけど OK じゃないんだよね、まだクリアできてない。よし今までいける。USB 逃げて、右見て、右大丈夫かな。真ん中か、この青い家の中、そっから展開してきそうで怖いぞ。大丈夫か。いるじゃん、いるけどいないね。なんだこの戦略は。ダメねあーダメだ、危ねえ、死んじゃうよ。あ使った、もったいねえ。あーもったいないことしたな、ほんと。いやーこれ結構際どいですね。ちょっとでも油断するとこうやって敵が来ちゃいますね。よしナイス。うーんこれは1人上に上がって、あー一人取ってる。やばい味方、もうちょっとね前線上げないとやばいよ。ここの門のところで、門というか塀のところでね、待機を回って非常にここから抜け出して噴水のところでね待たないと、やっぱり敵の包囲が厳しすぎるんで、どうにかそれしたいんですよね。ちょっとあれか、いい感じか。倒せなかったあれ。1人削ったけど2枚削られた。うわー、これはリスクありそうだな、なんか押さえ込まれてそんな気がするぞ。ダメか。真ん中がすごいことになってますね。中央からいけないなこれ。どうしたものか。やっぱり序盤の点数があったとしてもこの状況はまずいぞ、一番まずい。でも取れてるのか今。いる、マジか。ちょうど見てない時に現れるか。うわー、 B が硬いなこれ。やっぱ相手強いな。もう一人持ってきたい。くそ、もう一人持ってきたかった。ちょっといやー、味方さんももうちょっと前に出てくれたらよかったのに、なんで門のところで固まっちゃうんだろう。やっぱこのスラムっていうステージは、このいかに真ん中のところを取るかっていうのが重要なんでね、この噴水でまあ3人ぐらいがね、右左見てたらほとんど B は取られることはないんですけど、結構強いんでね、ちょっとやばいですね。もしこれで味方が今回この B のところ行けなかったらまずいですよ。やばいね、帯たち行っちゃったよ。死んでない、あれはまずい。死んでない人もいないし、よしよし、当たらない。オビタル出てるのがちょっと気がかりだな。ダメか。ちょっと押したけど押されてるのか。敵が取ってるぞ B。 オッケー、危ない。よし、オッケー、危ねえ。死んでもいい。取られなかったらいい。ちょっと B 危ねえよこれ。来てる。取られちゃったか、ビー。まずいな。ダメか。そう、間に合わなかった。ちょっとずれちゃいましたね。真ん中好きだな、味方。ちょっとね、左右で展開することしてくれたらな、いいんだけど。これ難しいな。警戒されてたら。警戒されてる。ちょっとな、みんな動きが固まりすぎてて、そのせいでなんかなかなか進軍できないっていうのもありますね。まずいなこれ。僕がとつって前線が上がればいいんですけどね、なかなかそういうわけでもないんで、味方さんちょっと協力してもらって救出頼みますか。ちょっとここは今冷静にとつっても多分味方さんが追いついてこないと思うんで怖いな。ダメか。くそ、いやー、挟まれた。C のリスクありそうだなこれ。かなり展開があるぞ。怖いなんか避けれた怖い。当たらねえ。ダメか。キルストも満足に貯められないとは、それはまずいね。やっぱ旗絡まないとね、キルストはたまらないんですよね。なかなか人を倒してキルストを貯めるっていうのはドミネーションにおいて難しいんですよね。やっぱそれだけリスクがありますから。型取りながらだと一気にねできるんですよ。大丈夫なの？ダメか。チャーリーもできちゃったか。どうしよう。おー、LMG に貼られたらな、それ大変だわな。危ない。待て待て、ああ味方、上がれ上がれ、今のうちに上がるべし。まだまだいける。いやー、ノリじゃないんだけど、勢いで上がっていかないとまずいよ。よし、たまたま当たった。こっちか。どうしよう、どこから来るんだろう。ああ、こっち。ああ、味方がいる。左大丈夫かな。左大丈夫はないね。ああ、こっちから来る。確実です。ああ、やばいかも。くそ、マジかマジか。あー、ダメかくっそー、マジか。味方がみんな、あ、やられてんのか。しょうがないな、これは。前線が難しいね、ほんと、こういう場合ね。いやー、ワンチャンのエルストは何回かあったんですけどね、そのなんか活かせなかったというか、そんな感じですよね。ちょっと、あー、惜しかったな。もう一回やろう。ちょっと連戦やりますか。いやー、これはね、一回も取ってないのか。旗途中参加かな。いやー、厳しいな。もうちょっと B にね積極的にいかないと。やっぱりまあ、やられてもね、僕何回かあるんですけど、そのなんだろう、みんなのその成績が、まあ、ダブルスコアで負けてたりしても、旗に絡んだら勝てることってあるんですよ。相手がそんなにっていうか、こっちが相手より旗に向かえば勝てるんですよね、割と。だから意外とね、まあ、打ち合いとかもあれなんですけど、そこで諦めることなく突っ込む、その精神力みたいな、そんなのがね、あったらね、割と勝てるんですよね、ドミネーションは。だからそれをね、味方さんにちょっと期待したいですね、次は。もう一回バカンでいきますか、それともスカーでいこうかな。マーカー使って、マーカー使ってやってたら、スモークだけなくなるからな、それがやっぱりちょっとネックですよね。なんかマーカー使って僕ドミネーションやってる時っていうのは、なんだろう、なんか人数的な不利があったり、マーカーだったりっていう、その対策で使ったり、あと前線で上げたりとか、そんな感じなんですよね。唐突な母ちゃん面白い。さあ、今回は負けられないですよ、ほんと。大丈夫かな。ああ、でもプレもすごい。いけるいける。じゃあ僕 B いきますね。いけるかな、いけるかな。あ、やべ、あー、1キルはできたけど、来てるんだな、これが。まずいね。あー、もう真ん中に行くのか。やべえな、こりゃ。ここ飛ばないでしょとか思ったら結構飛んでた。かわいそうに。どうしよう、またこれボッコボコかいか。すげえやってる。あ、ちょっと厳しい。あ、ちょっと厳しい。このセンターは厳しいわ。回ってくれるといいんだけどなー、なんて淡い期待を寄せてみたり。待って、あの LMG はきつく。ああダメか。抜けちゃうそこ。いや、なんで諦めんの。な、取ったかナイス。だとしたら、やばいし、シール大丈夫か。左、そうこれ厳しいな二人は。取られて、C 取られて、またこれか。勘弁してくれよ、ハードモードは。勘弁してくれよ、マジで。危ない。敵強いな、しかし。ですよね、敵強いな。そっちか。そっちも来てたのか。アルファナイス。アルファ頑張ってください。ちょっと。じゃあ B 行きますか。アルファでもあっさり取れてますね。それだけ相手が今来てるってことなんですけど。あぶねえ、ギリギリ当たったか。これでもこっちから来るぞ。やっぱりね。死んでくれ。オッケー。ブラボー。ナイス。いいね。守ろう。いける。このね LMG をどうにかしよう。ナイス。いいね。階段だ。スロープ脇やばい。これ B 取られるぞ。ここのスロープ脇一番やばいやつ。危ねえ。あるんですよね、ここのスロープでね、湧いてくるんですよね、栄養仕込みの時に。後ろから回ってくるかな、ここかな。よかった。なんだろうな、塩仕込みいい感じで。ナイス。いいね。今いい感じで押し込めてる。でもちょっとリスポン変わっちゃった。ナイスオビタル。死んでくれねえ。ダメだ、くそ。ダメか。許さない、それをやらせない。いや生きてるし彼。よし、危ない。よし、形勢逆転。ナイスですよ、ほんと。危ない。おっとっと、来るね、一人。走ってきてくれてありがとう。おっ、取っちゃいましょう。ケアパケみんな群がってる。待って、そんなことやってる場合じゃないや。ちょっと B 大丈夫、これでいける。B はこれでクリアで C と。いい感じ。でもね、スローパーキーか。ちょっと28秒でオビタルゲットか。ちょっとこれは長生きして次のラウンド生かしたいですね、できるならば。下がった。危ねえ。ナイス。もう22発だからもう僕は何もできませんわ。あともう待つだけ。よし。いや序盤はね、あんだけ押されてたけど、いや A 取って、本当味方さんありがとうございます。本当に味方さんの本当にもうね、行動力が素晴らしかった。いやいいですね。まさか CA からのこんなような、ね、状態になるとは思わなかったですね。ここからのね動き難しいんですよね。正面行ってもいいかな。正面1人しか来てない。よし、予想通りと。アタッカーをキルして、こうか。オッケー、出した。オッケー。よし、取ろう C を。iPhone 大丈夫か、容量。iPhone 大丈夫か、お前。おお前が一番怖いんだよ。本当に6ギガしか容量がもう空いてなかったんでね。本当何をってなんでそんな容量ないんだよって話なんですけど、昔のねなぜか動画が私ね撮った動画が残ってるんですよね。撮った動画っていうかあれですね、僕の若かりし頃のモダン2とか BO とかやってる時の動画がねあるんですよね、携帯に。あの時は直撮りでなんか、ね、友達とワイワイやってたなって懐かしいですよ。ほんといい思い出として撮ってますけどね。プレイ動画も撮ってたんで、そこら辺消したら容量が空いたらよかったと思うんですけど、意外と撮りますよねこういう動画。オッケーオッケー、いいねいいね、いい感じじゃん、いい感じじゃん。なんかあの人なんだろう、あ、いるいる。オッケーオッケー。いいねいいね。後半のこの追い上げ、怒涛の追い上げ。なんだこれ。来るかな。来そうだなちょっと。でもどっちも来そうだからこっち行こう。安全だし。よしよし。UAV。危ない危ない。危ない危ない。誰かのアシストできそうだなこれ。どうかな。いけたー死んでもいいよ、もういいよ、もういやーこれマジ iPhone。 あ、まあでも手元はいいか、ワンちゃんこっちの動画の方があるから言うてね。いやーよかったよかった。ほんとそれだけ容量とかそういうなんか変な問題が起きなかったらいいんですよ。怖いな、ほんと。ナイスカウント。そう、カウントは潰してくれる。さすが。UAV も潰してくれる。いいね。セントリーガンも破壊してくれる。俺も破壊してくれる。ふざけんなよ。俺は破壊すんなよ。なんでだよ、もう。スモームなんでこうやって毎回殺されるんだ。なんなんだろうか。しかもさっき別に敵いなかったし。もう、なんで破壊されるかな。ないない。C いけますかね。チャリ取っちゃいましょう。取っちゃい取っちゃい、ウェイ。いるいる。大丈夫か。ここら辺とかにないかな。大丈夫か。あれ？あ、死んだのか。なるほどなるほど。いる。オッケーオッケー。危ないよー、ほほほー、逃げろー、一目散に死ぬ。という感じで今回は勝てたんで、無事勝てたんでこんな感じで終わりたいと思います。いやーいいですね、ほんと味方さん、もう最高ですね。もう味方さんがこう動いてくれたらもう僕は幸せです。はい、というわけで今回は手元動画パート2となりました。まあ無事ね勝てて念願の総合を出せたんで、こんなところでまあ終わりにしたいと思います。それでは次回もかかってこーい。